皆様こんにちは、ひろひろです。いつもご視聴ありがとうございます。本日12月2日付の配信分のコメントになります。本当に残念ながらまだロシア軍によりますウクライナへの侵攻が続いております。本日もウクライナの国旗をバックに演奏したいと思います。毎月1回、個人の音楽を忍ぶということで、させておりますが、本日12月はですね、もう29年前になりますけども、1994年12月の8日、67歳で、偉大な音楽家の一人であります、アントニオ・カルロス・ジョビンが、亡くなっております。今日は彼の音楽を忍ぶということで、代表作の一つでありますシェガデ・サウダージをテナサックスで演奏したいと思います。音源は YouTube の藤井先生のものになります。そして2曲目、12月ということで、今月はですね、毎週クリスマスにちなんだ曲を1曲ずつ演奏させていただきたいと思います。本日は、マライア・キャリーとジャスティン・ビーバーの、歌で皆様ご存知だと思いますが、恋人たちのクリスマス、All I want Christmas, All I want for Christmas is you ですね、になります。で、こちらをアルトサックスで演奏したいと思います。音源はこちらも YouTube の藤井先生のものになります。そして3曲目、フルートになりますが、NHK の小さな旅の、テーマソングですね、こちらを演奏したいと思います。音源は、こちらのヤマハさんから出ております、フルートレパートリーテレビテーマからになります。こちらは作曲はですね、大野雄二さん、あのルパン三世の、テーマを作曲された先生ですね。こちらの、方の作曲になります。本日も以上3曲。最後までご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。また一日も早いガザとそれから、ウクライナの平和をお祈り申し上げます。以上、ひろひろでした。ありがとうございました。